ありがとう。嵐といろいろ話してみるのもいいかもしれない。感謝してやってもいいぞ。嵐、なんでこんなところで寝ているのよ。サスのチェックをするって言ってなかった？嵐はただいまメンテナンス中です。サービス再開までしばらくお待ちください。サボり、そんなグデッとして。まさにグデアラね。なんとでも言え。人は十分な休息を取らねば働けないんだぞ。休息ね。そういえば、そろそろ食事の時間だったわね。なるほど、道理で腹が空いていたわけだ。私にとっては厄介なアラート機能だよ。空腹も面倒ってこと。さすがね。私、外で何か食べ物を仕入れるつもりだけれど、嵐もお腹が減っているなら一緒に来る？外？いいか新兵、よく聞きたまえ。町は危険がいっぱいだ。下手をすれば一般市民に取り囲まれるし、カラスどもにはつつき回される。ファンとマスコミか。有名人は辛いわね。だけど結局はそれって面倒だと思った。わざわざ出なくても支給品のレーションで十分だ。必要最低限、過不足のない栄養摂取、素晴らしいだろう。そこまで効率を重視する？もちろん。それにレーションなら今すぐに食べられるぞ。私がおごるから、重ねも一緒にどうかな？どうあっても外に出たくなさそうね。分かったわ。今日はここで食事にしましょう。やはりコーラは最高だな。これぞ至高の飲み物だよ。そう、よかったわね。ところでこのレーション、しょっぱくない？そうか。全体的に濃い味付けならわかるけど、塩味だけが立ってるのはバランスが悪いわよ。ふん、意外だね。重ねも私と同じように味など頓着しない方だと思っていたよ。そうね。言われてみれば、もともとこだわりなんてなかった気がするけど、きっとお姉ちゃんの料理を食べていたから、いつの間にか変わったのかもしれないわね。彼女料理も好きなのか。手作りの髪飾りといい、器用なたちなんだね。ええ、小さい頃からの趣味だったの。断るごとに味見させられてたし。なるほど。それでレーションはお気に召さないと。気に入らないわけじゃないわ。バランスが悪いって言っただけよ。でもそうね、私が慣れ親しんだ味のレベルが高すぎたのかもしれないわ。やれやれ、一体何の自慢を聞かされてるんだか。血はつながっていないのに、どうして君たち姉妹はそれほど仲良くなれたんだろうね。お姉ちゃんが優しかったからよ。お姉ちゃんがいなければ、私はあの家で暮らしていけなかったもの。家族と何かあったのかい？いろいろとね。引き取ってもらったんだから、感謝はしてる。だけど両親にとって、私は家族じゃないから。でもお姉ちゃんだけは違ったわ。
ずっと私をかばって守ってくれていた。だから私だって何を引き換えにしてもお姉ちゃんだけは守りたかった。なのに。カサネ、私はナオミをよく知らない。一緒に戦えたのは短い期間だったからね。それに嫌な言い方になるが、君が大切にしている髪飾りやナオミの料理の味のことも、私にはその価値や有益さがわからない。けれど君がそれらを語ってくれたから、私にもナオミの人間性が見えてきたよ。君はいい姉さんと巡り合ったんだね。ええ、そうね。ごちそうさま。よし、面倒な食事も終わったし、そろそろサービス再開と行こうかな。ようやく仕事する気になったみたいね。ああ、そうだ、カサネ、今日レーションをおごった分、後で仕事を頼むからよろしく。仕事？いや、さっきのナオミとの話を聞いていると、カサネは義理がたい性分らしいからね。守られたら守る、つまり今回で言えばおごられたらその対価を返す。そうじゃないと居心地が悪いだろ。君のことをおもんぱかってのことだよ。仕事の内容は後で詳しく話すとしよう。では失敬するよ。あ、ずるいわよ嵐。まさかおごるって言い出したのは最初からそのつもりで。さすが嵐、筋金入りのサボりマネ、やられたわ。やはり重ねには見どころがあるな。重ねが良ければ私を師と仰いでもいいぞ。嵐流のサボり哲学を基礎から伝授しよう。そう言ってサボって何も教えないんでしょ。よくわかっているじゃないか。うん、もう重ねに教えることは何もないな。重ねは見ていて飽きないね。個人的にもますます君に興味が湧いてきたよ。何を見てそう思ったのかよくわからないけれど、理解を深めるにはいいことかしら。重ねか。ゲンマ、メッセージ読んだわよね。話をしに来たわ。この間もお姉ちゃんに起きたことで責任を感じているみたいだったけど、お姉ちゃんが怪異になってしまったのは別にあなたのせいじゃない。あなたが自分を責めても意味がないわ。それを言うためにわざわざここまで。あなたの方こそわざわざこの場所に来るぐらい気に病んでいるんでしょ。そうだな。お前の言う通り、全てが俺のせいだと考えるのは思い上がりなんだろう。だがそれでも俺は
ナオミに起きたことを忘れられん。何十年も戦ってきて情けないことだがな。情けないとは思わないけど、意外ではあったわ。経験を積めば冷静に対処できるのかと思ってた。俺も自分ではそうしているつもりだった。戦いの中で仲間の死に直面しても膝を折っている暇などない。怪異を倒しきるまでは何が起きようと感情を押し殺して最後まで戦い続ける。それが俺たち海抜軍の役目だ。でも今は感情を抑えられていないのね。理由の心当たりはあるの？限界が来たんだろう。俺はあまりに大勢の仲間を失ってきた。長年の戦友もナオミのような若い隊員も皆が命を落としていく中で、俺だけがこうして退役が近づくまで生き残ってしまった。まるで生きているのが悪いことみたいに言うのね。負い目を感じてはいる。未来ある若者が死に、先の短い俺がまだ生きていることにな。だからこそこれ以上若い隊員を犠牲にすまいと思っていたのに。ゲンマ、あなたがお姉ちゃんを守りたいと思ってくれていたことは分かった。でもそんな風に過去を悔いてばかりいても無意味だわ。目の前にあるはずのやるべきことに集中した方がいい。頭では分かってはいる。だが俺は。ゲンマ、後ろ。さすがに反応が早いわね。大した敵ではなかっただけだ。今はまだ俺も十分戦えるからな。今はってどういうこと？俺はもう年だ。遠からず退役することになる。退役すれば歪化剤の投与も止まり、肉体が老い始める。超能力も徐々に衰えていくだろう。何十年も超能力を頼りに戦ってきた兵士にとって超能力が弱まることは耐え難い不安だ。そういえばそんな話を資料で読んだわね。お前たちにとっては遠い先の話だろうが、俺にとってはすぐ先の未来だ。退役兵は長く海抜軍の中で生活してきたために一般社会に順応できないものが多い。頼るべき家族や友人もなく、社会から弾き出されて行き場をなくしてしまう者もいる。自分もそうなるって言いたいの？今話したような退役兵は俺そのものだ。人生の大半を海抜軍で過ごし、戦いの他に何もできん。そんな人間が軍を離れてどう生きればいい？情けないが、俺はその日が来るのが怖い。仲間への負い目だけを抱えて生き続けるくらいなら、いっそ戦場で死にたいと思うことさえある。すまん、バカなことを言ったな。そうね、私には理解できない。死にたいなんて本気で言っているなら見損なうわ。自分だけが生き残ったと言うけど、自分一人の力で生き延びてきたわけではないんでしょう。お姉ちゃんだってあなたの健康を気遣ってくれていたのに、自分で自分を粗末にするなんて勝手すぎるわ。俺には返す言葉もない。何も言わなくていいわ。私はもう行くから。それじゃ何を考えているのかしら、ケンマは。せっかくお姉ちゃんが気にかけてくれていたのに。私だってお姉ちゃんを救えるなら自分の命と引き換えにと思わなかったわけじゃない。でもそれじゃあお姉ちゃんが悲しむだけだわ。ゲンマだってそれぐらい分かっていそうなものなのに。
これで解決したわけではないけれど、ひとまず何も聞かれなくて済むわね。いつか殺すことになるかもしれない相手だもの。なるべく接点を持たないようにしなきゃ。でないと、いざという時に決意が鈍ってしまうかもしれない。ユイトってなんだか不思議な相手だわ。お姉ちゃんとも瀬戸さんとも違う。特別気になるわけでもないのに、どうしてもっと簡単に無視できなかったのかしら。まあいいわ、もう連絡が来ることもないんだし、今はお姉ちゃんのことを考えなきゃ。カゲロウとも、たまには話してみるべきかしら。おお、カサネ、俺に声をかけるとは。あ、さてはカゲロウ様の魅力に引き寄せられたな。不愉快なものって目につくものね。うわ、俺様傷ついた。出血多量で瀕死状態、治療として今すぐ一緒に菊池場へ行こう。そうしよう。菊池場？怪異まみれの廃墟に行ってどうするの？どうせ息抜きにムスビーズでおしゃべりしようぜって言っても嫌な顔するだろう。廃墟だろうと意味のない会話は嫌いよ。いやいや、よく考えたまえよ。怪異がいれば戦闘になる。戦闘訓練しながら話すのなら意味あるんでねえの？話したくなきゃ黙って戦闘訓練に集中すればいい。これなら時間の無駄にもならないだろう。ん？カゲロウと訓練しても超能力の質が違いすぎるから私自身のスキルが上がるとは思えないけど。うわ、それ言っちゃう。俺の気分転換も兼ねてるんだし、そのあたりは譲歩してくれよ。頼むぜ、カサネちゃん。なんで私を誘い出そうとするのかしら。鬱陶しいけど、前にカゲロウの話を聞き損ねているから、いい機会かも。わかった、訓練ってことなら付き合ってもいいわ。そう来なくっちゃな。俺の華麗なナイフさばきに感動してうっかり惚れるなよ。興味がないからずっと透明化して戦ってくれるかしら。怪異の姿、どこにもないわね。うおい、マジかよ。いつもわらわら湧いてるのに、今日に限ってこれかよ。この状況ならアジトで話しても同じだわ。帰りましょう。待て待て待てって、ここで帰ったら無駄足だろう。せっかくだからちょっと散歩していこうぜ。仕方ないわね。そう来なくっちゃな。大丈夫、退屈はさせねえって。見せたいものもあるしな。見せたいもの？アットのお楽しみ。ほら、こっちだ。まあ予定は狂っちまったが、怪異の邪魔が入らない方が安全に楽しめるしな。戦闘訓練が目的だったのに安全に楽しめるっていうのはおかしいんじゃない？戦闘訓練が口実なことぐらいいくらカサネちゃんでも分かってるでしょうよ。お、この辺懐かしいな。この辺は昔繁華街でな、よく仲間とハメ外して遊んだんだわ。そう、今は寂しい廃墟なのに不思議な感じがするわね。まあ当時を知らない若い子には単なる廃墟だよな。もう誰も住んでねえのにビジョンだけが残ってて、まるで街全体がでっかい幽霊みたいにここに取り残されてやがる。滑稽だよな。まただわ、カゲロウが一瞬
契約さを失う瞬間、やっぱり考えすぎじゃなかったのね。お、あれだあれ。ゲーム機見たことあるだろう。あのクレーンを操作して中のグッズを穴に落とせば景品として持ち帰れるのさ。こういうのは昔からカップルに人気でね。今日の目的はこいつだったんだよ。どれどれ、生きてるかな。電源は入ってるみたいだけど反応がないわ。壊れているんじゃないの。いや、ロックされてるだけだ。さて、嵐に借りた強制起動プログラムをこいつにぶち込んでと。嵐のプログラム、違法の匂いがするわね。廃墟とはいえ勝手に動かして景品まで取っていいの。気にすんなって。もうずっとここに放置されてんだし、景品の1個や2個もらっても誰も怒りゃしねえって。おーおー、いけた。さあ、何でも欲しいやつを言ってくれ。俺がちょちょっとゲットしてプレゼントするからな。ぬいぐるみしか入っていないわね。特に欲しいものはないけど、強いて言うならあれかしら。よっしゃ、任しとけ。この手のゲームは昔何度もせがまれてやってたからな。今じゃ達人級だぜ。スタートして、ここで曲げて、今だ。落ちたわね。くっ、まだまだ諦めねえぞ俺は。もう一回、もう一回だ。今度こそ。結局あれから一度も成功してないわ。これじゃあいつまで経ってもカゲロウのことは聞けないし。カゲロウ、ちょっと変わってもらえる？いいけど、これかなり難易度高いぞ。きっと店のやつが取りにくい位置に置きやがったんだ。念力使うのはルール違反だろう。俺の苦労は何だったのよ。ロックされた機械を無理やり動かしてたんだから、ルール違反は最初からでしょ。ま、そいつもそうか。さてと、せっかくデート気分になってたんだが、そろそろお開きとするか。あら、二人でお出かけなんて珍しいわね。おっと、強化お姉様に見つかっちゃもう隠すわけにはいかないな。俺たちの秘密の関係を。隠すって一体何をしてたの？デート気分だったらしいわ。全くそんなつもりはなかったし、百歩譲ってそうだとしても失敗だったけど。カサネちゃん、それ俺の目の前で言う？どこら辺が失敗だったのよ。デートって楽しいものなんでしょ？お姉ちゃんが言ってたわ。でも楽しくなかったもの。あらあら、それは残念ね。そりゃあまあ、カサネは本気デートに連れ出すには年が若すぎるからな。俺結構いい年なんだぜ。重ねぐらいの子供がいたっておかしくないんだ。どうせなら強化お姉様みたいな相手の方が。あら、だったら年頃の娘とお出かけする父親のつもりで頑張ってみたら。あのな、それはそれでなんか色気がないでしょうよ。別に私、カゲロウとデートなんかしたくないけど、今回より楽しくなるとも思えないし。おっと、
そんな風に言われて引き下がったら男が廃るな。よし、リベンジさせてくれや。好きにしたら。まあ仲がいいみたいで何よりだわ。いやしかし重ねちゃんは有能だよな。なんだか皮肉みたいに聞こえるわね。皮肉なら皮肉らしく言うって。俺って案外人を見る目はあるんだぜ。素直に受け取ってくれよ。このタイのメンツとうまくやれてるって正直相当なもんだぜ。マジで脱帽するわ。かさねちゃんのクールな心を少しは俺があったかくできてるんじゃね。別に温かくしてもらう必要はないけれど、あなたが意外と人のことを考えてるのは分かったわ。